はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはレゴマーベルスーパーヒーローズザゲーム、ワーナーエンターテインメントジャパンが2015年1月22日に発売したタイトルで、定価は税抜き4700円。パッケージの表面を見るとね、まあマーベルのキャラがまあうようよいますよいるんだけど、そうだな、まあちょっとアベンジャーズのキャラクターというか、あれなんだっけ、先日バンナムさんのね、あのアニメのやつは使ってる、紹介してるんですけども、あれとキャラ的には被るところはあるんですけど、こっちはレゴでレゴのキャラクターなのでね、SD キャラです。はい。で、そうね。一番手前に一人いて、で、地上に何、1、2、3、4、5人いて、で、空に何人、1、2、3、4、5人いるのかな。どこまでが仲間、全部仲間かな？うん。まあ、基本的にレゴっていうとね、だいたい最低2人ぐらいいて、そう、交互に切り替えながら、そのキャラクター特の特性を活かしながら、こう、やっていくんですけど、多分ね、ムービーじゃないや、プレイ動画の中では、この手前のね、赤いのと、一番左奥にいるこの緑のね、このキャラぐらいしか操作をしてないような、気がします。一応これ奥行きを表現してるのかな、うん。で、右下には WB ゲームズのロゴ、左下にはセロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、側面を見ると、これはなんだ？これは何だろう、マーベルのマークなのかな、がアイコン化されていて、でその下にレゴのアイコンがあって、でマーベルのアイコンが、アイコンというかマークがあって、でその下にね、レゴマーベルスーパーヒーローズザゲームって産業表記ですごい小さい文字でね書かれています。でワーナー、WB ゲームズのロゴがあり、セロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で裏面を見ると、史上最強のヴィラン軍団に立ち向かい、マーベルの世界を守れということでね、まあ、多分この左右にいるのがヴィランなのかな。でスクリーンショット4枚あって、その下には、スーパームーブを使って敵をスピーディーに倒せって、どれに合わせて言ってんだろう。でもここに5人並んでるのも多分ヴィランなのかな、うん。でアクション満載の、45ミッションをクリアしよう、大型のレゴキャラクターで戦いを有利に進めようということで。ってことは、パッケージ表面にいた緑色のあの、ハルクのこと言ってるのかな。まあわかんないけど、はい。とりあえずそんな感じで、ジャンルがアクションアドベンチャー、プレイ人数が1人用、セーブデータ数が2、3D 映像の表示はありとなっていて、通信仕様はローカル通信で、すれ違い通信カードチャレンジとなっています。で、コードが CTRPAL5JJPN と TSACTRAL5JJPN の2つのコードになっています。で、パッケージを開けると、中には、操作説明、違うな、操作説明シートだ。最近操作ガイドが多かったんで、操作説明シートと、ゲームカードと、クラブ任天堂のポイントカードと、クラブワーナーの、ポイントのカードが入っていて、パッケージの中面には特に印刷はありません。で操作説明シートを見ると、一応これはパッケージ表面と同じ絵柄だけど、若干アップになってるかな、若干あの下が切れてる感じがしますね。で、ちゃんと操作説明シートって書いてありますよ。で開くと、まあ、左側ね、冊子だと最終ページのようなね、表記になっていて、紙の取扱説明書から電子説明書になりましたということで、電子マニュアルへの、ね、誘導があって、コードが MAACTRAL5JJPN。で、開くと、下の方には左側が、レゴマーベルスーパーヒーローズ、ザ・ゲームってどんなゲームっていうことでね、地球を狙うヴィランたちからコズミックブロックを守るのだ。銀河の運命はスーパーヒーローたちのチームワークにかかっている。惑星に最悪をもたらすと言われているシルバーサーファーを撃墜したことで、強大な力を持つ物質コズミックブロックが地球上に落ちてしまった。地球を狙うドクタードゥームをはじめとするヴィランたちは、自分たちの野望のためにコズミックブロックを悪用しようとしていた。で、コズミックブロックとは、シルバーサーファーのボードのかけら、
強力なエネルギーを持っている。初めて知りました、こんな設定あったんだ。でスーパーヒーローたちの力を借りてコズミックブロックを集めよう。地球を守る、組織、シールドかな、 SHIELD の長官ニック・フューリーはヴィランたちの野望を阻止するためアイアンマンをはじめとするアベンジャーやあらゆるヒーローたちに呼びかけ、ヴィランたちより先にコズミックブロックを回収する作戦を立てるのだった。ヴィランたちに立ち向かうのはスーパーパワーと君のひらめきが必要だ。ヴィランたちはいろんな、仕掛けや武器を、ヒーローたち、いろんな仕掛けや武器でヒーローたちを待ち構えているぞ。君のひらめきとスーパーパワーを駆使してヴィランたちをやっつけるんだ。ということで、シルバーサーファーは訪れた惑星は崩壊してしまうと言われているって、そういう説明なのか。で、ニック・フューリーは、ヴィランたちの手から地球を守る組織、シールドの長官。で、ドクタードームは全身を鎧とフードで覆っている、悪の科学者、世界征服を企んでいる。これでもプレイヤーの操作キャラじゃないんだよな、こいつら。で、右側はね、ゲームの説明、操作説明ということで、3DS 本体で、にそれぞれ操作のね、説明があって、で、上画面と下画面の説明もあります。で、逆のページを見ると、スーパーパワーで、罠を突破しよう。それぞれのステージには、いろんなヴィランが罠を仕掛けたり、手下を従えて、待ち構えています。いろいろなキャラクターを切り替えてヴィランを倒しましょうということで、まあ、プレイ動画ではね、このアイアンマンとハルクぐらいしか出てこないんだけど、あとはキャプテンアメリカ、スパイダーマン、ソウ、ウルヴァリン、ブラックウィドウ、ミスターファンタスティック、で、ホークアイがいると。で、これ9人でしょ？パッケージ表面とかにはもっと、あ、そうか。そこに飛んでるやつの一人が、このシルバーサーファーなのか。まあまあ、他にも、まあまあいいや。そんな感じです。で、他にもいろんなスーパーヒーローが登場するよ。いろいろな能力を持って仲間、ヴィランもマイキャラにすることができるよ。を集めて地球の平和を守って、ということでね。まあ、ヴィランもいるから、まあ、結構ね、レゴのゲームって仲間いっぱい増えるんで、まあ、そういうのいないと足りないんでしょうね。で、下の方に行くと、スタッドを集めてショップで仲間と技を増やそう。罠や仕掛けをよく観察しよう。で、レゴを組み立てよう。チャレンジをクリアしよう。というようなことでいろいろ説明が入っています。で、ポイントとして、仕掛けや罠がステージに立ちはだかっています。進めないと思ったらいろんなヒーローのスーパーパワーを試してみましょう。あともう一個ヒント。チャレンジがうまくできない場合は、いろんなヒーローで試してみましょう。新しいキャラクターを仲間にしたら、チャレンジをクリアできるかも。ということでね、まあいろいろとヒントとかポイントが書かれていました。で、ゲームカードは、これなんだろうな。特に何かというわけでもないけど、ちょっと薄暗いというか、なんだろうな、なんて言えばいいんだろう。背景がね、よくわかんない背景なのですが、コードは LNACTRAL5JJPM。で、クラブ任天堂のポイントカードは、CNACTRAL5JJPM のコードが振られていて、ポイントの有効期限はサイトを調べるようになっています。で、クラブワーナーね、無料会員登録で特典がいっぱいクラブワーナーのね、このクラブワーナー会員特典のこのカードは、SCQCTRAL5JJPN のコードが振られています。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。